12月13日、川崎市中原区百人会議が丸子山の比叡神社で開催されました。百人会議は、町で活動する百人を起点に人をつなぎ、都市の在り方や価値の再発見をするコミュニティイベントです。この試みは新たな交流の場として全国各地に広がっていて、中原区では今年の10月から毎月開催されています。普段あまり出会わないような職業だったり活動している方と出会うことができてすごい楽しいです。百人会議が中原区にもできたっていうことを知っていただけてない方もいらっしゃると思うので、皆さんにこう広報活動していただいて出会っていきたいなと思ってます。会場では地域で活動する5人のゲストが登壇し、自身が活動する内容や町についての思いなどを話しました。同じように始めた方がたくさんいらっしゃるので、またイベント中には参加者同士でフリートークを楽しむ時間もあり、少人数のグループで自己紹介をしながら交流を深めました。ちょっとじゃあ等々力公園行ってお絵かきしようかみたいな。今日は皆さんの前でお話ししてみていかがでしたか？思った以上に緊張しました。もっと時間欲しいなって感じです。参加してみてどうでしたか？ものすごく楽しくて、地域のまちづくりのお話をたくさん聞けてよかったです。